プリンセスリーグ C ブロック今回の選手紹介は小宮遥プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ずるしない。さあもう準決勝まで来ましたね。来ました。来ちゃいましたね。え、結構、はい、圧倒的な強さを見せつけた予選でしたよね、はい。いや、あの強さというか、まあ、一節目がもうあまりのバカ好き、ね、いやバカ好きじゃない、ちゃんと自分でこうね引き寄せてですか。そうです。まあでも内容はね、あんま自分の中では第一節が一番悪いぐらいだったんですけど、本当についてて、まあ、あの4連勝できたので、結構2節3節はあの永遠に守り続けるみたいな、流していけます。そう、まあ、普段より結構守り寄りだったなとは思ってます。でもまあね、来ましたね、準決勝まで。ここまでのこう一緒に戦った選手たち、メンバーどうでした？強かったですか？いや、強いですよ。もうどこ見ても強い人しかいなくて、で私プリンセスリーグ出場選手の中で、まあ、一番プロ歴が浅いというか。何年目なんですか？私今3年目に入ったところです。じゃあ大抜擢だ。そうなんですよね。結構このプリンセスリーグって先輩方、はい、私から見ても先輩方だなって思う、そうなんですよ、面々じゃないですか。はい、その中で3年目で大抜擢。はい、だから自分が結構、まあ、プロになってから、うん、もう憧れていた女優の先輩方と、はい、こうやって放送で麻雀できるっていうので、まあ、すごいなんか楽しみにしてるのと不安なのとみたいな感じですね。いろんな感情が混ざってる中での対局だったんですね、うん、はい。でもかなりこれはいい感じにここまで来れたので、うん、そうですね、ね、うん、ぜひこのまま、はい、一番の3年目で一番の若手なわけでしょ、プリンセスの中で。中で、そうです。若手プリンセスじゃん。若手プリンセスでちょっとあの年齢についてもあれなんですけど。え、結構いけるんですか？なんですけど、はい、めちゃくちゃ動画で、ね、私年齢あの若知らないんですけど。そうですね、もうあ20代ではないことだけど。あ、そうなんですか、はい、それ公表してる？あ、今日もしてます。あ、じゃあググリア出てくる。ググリア出てくるんじゃないかな。ごめん、ググりますね、はい、じゃえ、でも全然愛らしくて、なんかそう言われないと分かんないんで伏せといてもいいかもぐらいですね。あ、本当ですか。もうじゃあちょっとダマで遅いですか。ダマでいきましょう。でもこの後戦い続くんで、はい、応援してくださる皆様に意気込みもお願いします。はい、プリンセスリーグ準決勝からやってきますけども、まあ本当に大先輩方で、自分が実力は全然叶わないなって思う時もあるんですけど、まあ、自分の麻雀をしっかり打ち切って結果を出したいと思いますので応援よろしくお願いします。さあ、どんどん麻雀になる楽しみですね。頑張ってください、はい、頑張ります。はい、小宮遥プロでした。バイバーイ。